ザビ家の系譜。機動戦士ガンダムに始まった宇宙世紀を舞台とした物語。人類は宇宙へ進出したものの、地球を中心とした政策は変わらず、やがて宇宙移民との間に亀裂が生じていき、ジオン公国の中枢を担う一族であるザビ家が台頭。一年戦争と呼ばれる戦争の歴史が幕を開けていきました。そして一年戦争終結後もジオンの意志が様々な歴史に関与していくことになりました。今回はそんな宇宙世紀の鍵を握る一族のザビ家について解説させていただきます。立てよ国民、ジオンは諸君らの力を欲しているのだ。ジークジオン。時は宇宙世紀、人口が増大し人類の生存が危ぶまれるほどの環境悪化が進んだ結果、地球連邦政府は宇宙に人工の大地スペースコロニーを建設し、その内壁を第二の大地として人を住まわせて地球の人口を減らし環境を保全回復させるという政策を採用しました。そうした中、宇宙のスペースコロニーで生活するスペースノイドと地球で暮らすアースノイドの間には次第に亀裂が生じるようになります。そして宇宙世紀0058、地球から最も遠いコロニーサイド3では地球からの独立運動が加熱していき、サイド3の首相に就任したジオンズム大君がサイド3の独立宣言を行い、ジオン共和国を樹立しました。大君は武力を用いずに地球連邦から独立することを望んでいましたが、宇宙世紀0067に提出したコロニー自治権整備法案が連邦政府から廃案とされてしまい、さらに翌年宇宙世紀0068、大君は心臓発作で急死してしまいました。これはザビ家の暗殺説がささやかれるも、テレビ版やジオリジン版では真相は不明とされている一方で、小説密会アムロトララーなどではデニンによる暗殺であることが明言されています。こうして大君の死後、後継人としてジオンの首相になったのが大君の元盟友デニン・ソドザビとなります。デニンはジオン共和国に公国制を敷き、事実上の絶対君主制を固めました。そして自身の子供である長男のギレンザビ、次男のサスロザビ、三男のドズルザビ、長女のキシリアザビ、そして抜兵のガルマザビを徴用し、ジオンのトップにはザビ家の人間が収まるという政治形態を作り上げます。ただ次男のサスロザビは大君の葬儀中に車に爆弾を仕掛けられ暗殺されました。なおこの謀略はギレンの陰謀ではないかともささやかれるものの、真相は闇に葬られています。こうしてジオン公国はモビルスーツの開発を進め、宇宙世紀00791月、地球連邦政府に対して独立を宣言し宣戦布告を行いました。そしてザビ家は連邦より圧倒的に国力が劣るジオンが勝利するべく、さまざまな策略を張り巡らせていきます。ギレンはジオン公国総帥として圧倒的なカリスマ性を発揮し、ジオン軍を指揮します。キシリアは突撃機動軍を指揮し、ニュータイプ研究など特殊な活動も行い、地球侵攻も担当しました。ドズルは宇宙攻撃軍を指揮し、ソロモン要塞などを担当しています。ガルマは媒体によって若干の違いがありますが、地球上の戦線における司令官を務めました。デニンはジオン公国を地球連邦と対等な関係にした独立国家として認めさせることが目的であり、戦争を強行することは望んでいませんでしたが、ギレンが徐々に連邦を征服し有料主たるジオン国民が支配することを目論んだため、確執が広がり始めました。その後ジオンはブリテッシュ作戦でコロニーを地球へ落とし、さらにルーム戦役ではモビルスーツを活用することで圧倒的戦力差をものともせずに勝利した上、地球連邦軍の指揮官であるデビル将軍を捕虜にしたことから、デニンは和平交渉を持ちかけました。しかしデビル将軍が演説でジオン二兵なしと戦闘継続の声明を発表したため、戦争が混迷へと向かうことになりました。こうして一年戦争は初戦こそジオン公国が圧勝したものの、地球戦線で徐々に劣勢に立たされていきます。そんな地球を任されるガルマは基本は優しい軍人向きではない性格で、デニンからの寵愛を受けていた人物です。ジオリジン版ではシャアと士官学校時代からの付き合いで士官学校を首席で卒業しています。
アニメ版では地球でホワイトベース隊に何度も攻撃を仕掛けるも連敗し、最終的にシャアの誘導によってホワイトベースの攻撃の前に撃たれました。そしてガルマの葬儀はデインは密葬を望んだもののディレンによってジオンの戦意を高揚させるべく国葬に利用されました。諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。坊やだからさ。ドズルーはこわもてな人物で顔には名誉の負傷傷がありますが、ジオリジン版ではサスロ暗殺の際に車に同乗していたことで負った傷跡であえて残したことにされています。またゼナミアと結婚し娘のミネバを設けた人物でもあります。ドズルーは宇宙要塞ソロモンに駐留し政治には関与せず指揮官として立ち回っていましたが、最終的にソロモン要塞でリングザムで出撃するも戦死しました。そしてジオンが劣勢に立たされるとザビ家の中での不和が顕在化していきます。ジオンの敗北が避けられないものであることを悟ったデニンは連邦との講和交渉を目指しますが、継戦派のギレンはソーラレイの照射でデニンごと連邦艦隊を焼き払いました。ギレンは IQ240 の天才で非常で高慢な性格です。一年戦争開戦当初のコロニー落としや地球侵攻作戦を立案し、大量虐殺を厭わない先民思想を強く持つ人物でもあります。そのためデニンからヒットラーの尻尾と揶揄されることもありました。そんな自分に絶対的な自信を持つギレンはアバオアクーで連邦軍との最終決戦を目論みますが、ギレンの父殺しを知ったキシリアがアバオアクー戦の最中にギレンを射殺しました。キシリアは非常な野心家でギレンとは政治的に対立し、ドズルとは軍事的に対立していた人物です。キシリア機関という諜報機関を指揮しており、工作活動を行う側面を見られるほか、マクベを重宝していました。そんなキシリアはギレンを射殺した後、ギレンに代わり総司令となりますが、指揮系統は混乱しジオン敗戦へと向かいました。そして脱出を図ろうとしたところ、ライ君の意地であるシャアに撃たれました。こうして一年戦争終結後、ザビ家の中で生き残ったのはドズルの娘ミネバのみとなり、ミネバとその母のゼナは小惑星アクシズへ逃れることになります。なお書籍データガンダムキャラクター列伝宇宙世紀編1によると、ゼナは宇宙世紀 0081 アクシズで死去しており、漫画シャーズリレイティッドアフェア若き彗星の肖像ではアクシズ到着直前に死亡したとされています。そしてアクシズへ逃れたミネバはザビ家最後の血統として兵士たちの求心のシンボルとされていきます。ミネバはまだこの時幼少の身だったので、ハマーン・カーンが摂政を務め、実質ハマーンが支配するアクシズという構図が出来上がっていくのでした。そして機動戦士ゼータガンダムの世界である宇宙世紀 0087 にはジオンの残党なりを基本理念とするティターンズと反連邦組織のエウーゴが激しく争う中、ハマーンがアクシズを地球圏へ突入させ、ミネバを押し出してザビ家の再興を目論みました。ミネバはアクシズの傀儡的君主として登場し、それを見たクワトロ・バジーナは激高。こうしてエウーゴとアクシズ軍改めネオジオンが戦いへと突入し、機動戦士ガンダムダブルゼータの作中宇宙世紀 0088 に第一次ネオジオン構想が繰り広げられることになりました。しかしここでミネバを押すハマーンに対してグレミートとがザビ家の真の継承者を名乗り、ミネバを傀儡にしているハマーンを倒す動きを取りました。グレミーはアニメ内ではザビ家の血が入っていると明確にされたシーンはありませんが、小説版機動戦士ガンダムダブルゼータではデインの隠し子としてトトケに預けられたとされる人物です。また書籍データガンダムキャラクター列伝宇宙世紀編2ではサスロのクローン説やザビ家の血族から作られた試験管ベビー説などが存在しており、プルシリーズはギレンの DNA が用いられているという説も存在することが明かされています。第一次ネオジオン構想終結後のミネバの動向に関しては、まず漫画機動戦士 VS 伝説巨神逆襲のギガンティスで登場しています。こちらではミネバは伝説巨神に取り込まれ、巨神は宇宙を無に返そうとしますが、ミネバは呪道たちに救出されるのでした。また現在ガンダムエースで連載中の漫画機動戦士ムーンガンダムでも登場しています。宇宙世紀 0091 を描いた本作では心からの笑顔を見せず自分の言葉で語ろうとしない人物で、ユッタカーシムと出会い
ムーンガンダムをめぐる戦いに巻き込まれていきます。地上へ降りてシャアと接触した際はシャアに不信感を持つ様子が描かれています。その後宇宙世紀 0096 を描いた機動戦士ガンダムユニコーンでは16歳となったミネバが登場しました。ネオジオンの航中貨物船アランシェールで逃亡生活を送っており、リスト財団とネオジオン残党軍ソレツキとの間で行われるラプラスの箱の取引を阻止するべく活動し、バナージリンクスと共にラプラスの箱の謎に迫っていきました。そして最終的に箱の中に本来の宇宙世紀憲章に宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合の参政権を保障するという項目が存在したことを知り、これを公開するラプラス宣言を行いました。なおその後を描いた機動戦士ガンダムナラティブではザビ家の生き残りということから神輿として担がれることを防ぐべく、公には姿を隠しているもののバナージやガランシェールのクルーたちと共にジオン共和国へ身を寄せており、ユニコーンガンダムとバンシーをサイコフレーム研究も含めて封印解体することに尽力しています。このように宇宙世紀の戦争の歴史はサイド3を発端としたスペースノイドの自治権獲得運動に始まるも、ザビ家によって大規模な戦争へと発展していきました。一年戦争終結後サイド3はジオン共和国となり、一定の自治権を認められるも連邦の傀儡政権へ成り下がったとみなされ、特にギレン派の王イジオン残党デラーズフリートなどからは罵られるようにもなりましたが、機動戦士ガンダムユニコーンではジオン共和国国防大臣モナハン・バハロがサイド共栄圏構想を提唱する姿も見られました。これは地球圏の人口が増えすぎた宇宙世紀の環境下では、全ての生活はスペースコロニーや月があるからこそ回っているので、7つのサイドと月の連携を強化し、地球を排斥した経済圏を確立するサイド共栄圏を作り上げるという構想です。しかしミネバは連邦が変わらないなら無視すればいいという思想は大君の理想からほど遠く、新たな争いを生むだけと反対していました。その後宇宙世紀100ジオン共和国は自治権放棄をもって戦乱の消滅を宣言します。こうしてジオンと地球連邦の戦乱は終わりを告げるのでした。余談ですが、一年戦争はザビ家の内紛によって最後に大混乱が起きましたが、他にも致命的なミスと揶揄されるものがあります。地球戦線でランバラルはマクベにドムを要請しました。しかしマクベはキシリアの配下であり、ランバラルはドズルの配下でした。そのため同じジオン軍であるにもかかわらず、ガルにはドムが届きませんでした。ゲーム機動戦士ガンダムギレンの野望アクシズの脅威ではランバラルにドムが届いていた場合、ホワイトベース隊を撃破するというイフ設定がありますが、ザビ家の内輪もめがなければ他にも宇宙世紀の歴史は大きく変わっていたのではないでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。